ました。オバールマンボーミニライブイエーイ。すごい、これ打ち合わせしてないですよ。今日はイエーイな気分やってね。すごい。はい、ということで本日7月の5ですか。はい、7月5日でございます。月曜日でございます。今日の担当は、ボーカリストメリーちゃんとキーボーディストの岡友先生でお届けいたしたいと思います。わーい、わーい。ね、すごい湿度がムシムシの感じでございますが、はい、今日の楽曲はどんな感じでございましょうか。今日は、はい、いつものあれと、いつものあれと歌ったことないやつ1曲と、日本語の曲1曲やったんですけど、日本語の曲の方がママの青春時代の歌で青春時代に流行ってた歌ね。流行ってた歌で、でもママは好きじゃなかった歌。好きじゃなかったわけじゃないけど、私が歌えるタイプの曲じゃなかったから歌わなかった。なんかモテたい子は受け狙いで歌ってた歌詞です。そんな感じでした。それぐらいのあの時代をね、一世風靡した曲でございますので、皆さんも絶対どっかで聞いたことあるかな、あると思います。世代を超えても知ってるでしょ。いや、どうなんでしょう。僕もかすってるっちゃかすってますからね。おそう、小学生ぐらいですもん。あ、ここでね、ほらね、年齢不満がね。うん、まあまあ確かにね、そうですね、かすってるね。そんな感じの楽曲を3曲、今録音いたしましたので、はい、聞いてもらいましょうか。はい、じゃあどうぞ、ネタ振りを。どうぞどうぞどうぞ。皆さんこんにちは、メリーです。今週も月曜日がやってまいりました。今日もメリーと岡友でお届けしたいと思います。1曲目、 True Colors。 Makes you crazy and you
続いてウィキッドよりディファイング・グラビティ。青春時代の歌をお送りしたいと思います。ハローアゲイン。待ち続けた
とうございます。皆様素敵な1週間をお過ごしください。